今回はハンターハンターに登場するカリスマオールバックことクロロルシルフルについて見ていきたいと思います。 A 級レベルの賞金首のみで構成された盗賊集団幻影旅団、通称クモの団長であるクロロ。個性的な裏付き集団クモの中でもひときわ異彩を放ち、圧倒的なカリスマ性を放つ作中でも屈指の人気のキャラクターです。自己主張が強く血気盛んな団員たちも団長の指示には素直に従うことから、クロロへの絶対的な信頼感がうかがえます。また自ら進んでリーダーになったわけではなく、団員の総意で選ばれたということもあり、カリスマ性を感じずにはいられません。まさしくカリスマリーダーです。非常に残酷な性格をしており、自分に関係のない者には恐ろしく冷徹で、邪魔をする者には一切容赦をしない人物。死を常にそばにあるものとして受け入れ、自身が死ぬことも恐れていないというクレイジーさも併せ持っています。しかし一方で団員たちへの仲間意識は強く、人情味にあふれた人間性もクロロの魅力の一つであると言えます。実際クモの特攻隊長ウボウさんが鎖野郎にやられた時にはレクイエムを捧げるため急に指揮者になったり、シャルナークとコルトピがやられた時には仇である密かに復讐を誓うなど、人一倍団員への思いは強いようです。また団員個人の命よりも旅団そのものの存続を優先するという心情を持っており、仲間以上に旅団そのものへの思い入れはかなり強いようです。そして住所は不明で、旅団としての仕事が終わると速攻で姿を消すというかっこよすぎる中二感を演出し、あの密かさんでさえ正確な居場所をつかめない謎多き男でもあります。ちなみに顔がよく変わるキャラでもあり、最近は某掲示板の創設者に似ているともっぱらの噂になっています。特質系能力者で、念能力はスキルハンター。他者の能力を盗み具現化した本に封じ込め自分のものにできるという、まさしく盗賊にぴったりな能力です。また能力発動中は右手で具現化した本を持たなくてはならず、能力を盗むための条件は非常に厳しいなど、常人では使いこなすどころか発動することすらできないマジ利き能力です。ダブルフェイス。スキルハンターのサポート用の念能力。念でできたしおりを本に挟むことで、挟んだページに記録されている念能力を本を閉じた状態でも使用できるというもの。これによりスキルハンターの片手が使えなくなるという最大の欠点を克服し、戦闘における応用性や戦略の幅が格段に広がりました。しかしその代償としてスキルハンターに厄介な制約が増えたらしいのですが、その内容は現時点では不明です。スキルハンターでダッシュし作中で披露した主な能力はインドアフィッシュ。締め切った部屋でしか生息できない粘魚を具現化する能力。人肉が好物な粘魚がパクパクしてくる恐ろしい技。ファンファンクロス。銀獣であるフクロウから盗んだ能力。具現化した布で対象物を覆い布ごと縮小させるというかなり便利な能力。これで信長さんも楽々運べます。サン&ムーン。故郷である流星街の長老から盗んだ能力。簡単に言うと爆弾を作れる能力。これらの他にもオーダースタンプやコンバートハンズなど様々なややこしい能力を使い、読者を困惑させてきます。能力の得意さだけでなく、クロロ自身のポテンシャルも高く、鋭い洞察力と思考力を兼ね備えている木の打ち所のない人物でもあります。その優れた頭脳から繰り出されるクロロの戦闘には読者がついていくのに苦労するほどです。さらに戦闘能力も非常に高く、暗殺一家ゾルディック家の2トップ、ゼノとシルバとの戦闘では2対1であるにもかかわらず対等に渡り合っていました。その際使用したベンズナイフにクジラですらひとたまりもない毒を仕込むなど、盗賊らしい卑怯な手も使っています。またこの際2人の能力を盗もうとするなど、底知れない強さを見せました。そして最強のザコ狩りおじさんことひそかとも互角に肉弾戦を繰り広げていたことから、基礎戦闘力もトップクラスだと思われます。さらにかなりの強キャラ集を放っていた恐ろしく速い手刀を見逃さないおじさんを描写すらないほど圧倒し、粘魚にパクパクさせていたことからもその圧倒的な強さがわかります。はじめはただ欲しかっただけの少年、現在はあらゆるものを手に入れる盗賊の団長にまでなったクロロ。そしてオラつき集団をまとめ上げる圧倒的統率力と戦闘力。まさしくカリスマと呼ぶにふさわしい人物です。